レンタルカート二人乗りゴーカートレーシングカートとは、パイプフレームに、剥き出しのエンジン、タイヤ、バケットシートなどを取り付けた、小さく簡素な構造の競技用車両である。スプリントカート、カートとも、レーシングカートと似た言葉との区別や誤解を防ぐため、遊園地や施設などの遊戯用カートをゴーカートと呼び、米国のチャンプカーワールドシリーズの救命賞である。カートは、 カタカナではなく英字表記されることが多い。また、カートとの区別もあり、英字表記はカートと綴るのが一般的である。操作は、ステアリングホイール、右足アクセルペダル、左足ブレーキペダルの3点のみで行い、車を早く走らせることを楽しみ、競う。手だけで操作するもの、マニュアルトランスミッションがついているもの、EV カートなど、他に種類はたくさんある。 カートによるレースの様子クラスは細分化され、一般の人でも楽しめるレンタルカートを代表する4ストロークエンジンやレース仕様の2ストロークエンジンに大きく分けられ、その中でも本場かい1仕込みのミッションも出現するなど、多くのニーズを取り組んでいる。アメリカでは、最高速度が時速 200km 以上のカートも出現するなど、その競技、趣味人口は多くないものの、 幅広い世代から支持を得ている。レーシングドライバーの入門クラスに位置づけられており、会一などの上級クラスのドライバーのほとんどはカートの経験がある。カートと乗用車や他の競技車両とは構造が幾分異なり、非常に単純な構造となっている。レーシングカートの車種構造図、メンテナンス中のレーシングカート、非常に単純な構造である。 フェルナンド・アロンソが少年期に買っていたレーシングカート。主催する団体の規則に従う必要がある。日本での主な団体は f i a シックと SL カートスポーツ機構があり、競技を主催している。また、カートショップ等が主催する競技もある。他のモータースポーツと同様、主催者により統一されたルールの下、レーシングカートのクラス及び格式は多種類ある。 クラスによって使用するフレームやタイヤ、エンジンなどが細かく規定される。日本で競技への出場や運営に資格は不要であるが、競技主催者が定めた資格が必要になる FIA 参加の団体主催競技、SL カートスポーツ機構が主催する競技など、カートレースは他の自動車競技のカテゴリーに比べて参戦費用が低いとされるが、 全日本選手権レベルのシリーズに年間を通して本格的に参戦するとなると大きな費用がかかる。カート車両を所有して走行を楽しんだりレースに参加する場合保管と運搬を自分で行うかカートショップやカートサーキットに委託する。事故で車両を保有する場合エンジンなどがセットになった完成車が新車でおおむね50万円前後。 フレームのみのコンプリートキットが同じく30万円程度から販売されている。一般の乗用車に比べると安価ではあるが決して安い値段ではないため中古車も多数流通している。走行にはこれ以外にタイヤエンジンオイルガソリンなどの消耗品類が必要で公式なレース参戦にはヘルメットやレーシングスーツ等も用意しなければならない。さらに エンジンを維持するための定期的なオーバーホールなども必要になる。車両を自己保有することなくカートを楽しむことができる。レンタルカートもある。レンタル専用コース、あるいはカートサーキットで持ち込み車両と時間帯を区切って営業されており、数千円でカートサーキットを数周周回ができる。レンタルカートで使用される車両はスポーツカートと呼ばれる。 スクーターのエンジンや4ストローク汎用エンジンを搭載したものが使われることが多く、排気量は2ストロークで 50cc、90cc、4ストロークで 160cc、270cc、直線速度は時速 70km 程度。機敏な動きとよく効くブレーキ、高い水平加速度や風を感じながら車を操ることで、モータースポーツの醍醐味を味わうことができる。 自動延伸クラッチを装備するものが多いため、始動時に押し掛けをする必要がないほか、スピンしてエンスとしても再始動でき、誰でも気軽な体験が可能となっている。なおレンタルカートの場合、怪我防止のため運転時には長袖、長ズボンの着用を義務付けているところが多い。レンタル専用機種として市販スクーターのエンジンを流用した山ハイフ KQ。 無限プレイングカートなどが販売されていた。現在の主流は、一般市販、もしくはレンタル専用フレームに、ホンダ GX シリーズや、スバル EX シリーズなどの汎用4、ストロークエンジンを搭載することが多い。カートの存在意義と魅力には、ハイスピードハイグリップマシーンを安全なサーキットで操れることや、年齢差のある相手との、自動車レースならではの競い合いなどがある。 カートそのものにも世界カート選手権や全日本カート選手権など世界タイトル、ナショナルタイトルを争うシリーズがあり、10代の若手ドライバーから40代のベテランまで幅広い年代のドライバーが戦いを演じている。これらのシリーズは非常にレベルが高く、下位1ドライバーといえど上位進出は容易ではない。中には、 テレビ中継が行われるシリーズもあり、日本でもオープンマスターズカートが J スポーツで定期的に中継されている。日本でもレーシングカートのレースでの成績遺憾で上級カテゴリーへの推薦や抜擢を行うスカラシップシステムが盛んに取り入れられていることから、ホンダ技研工業のフォーミュラドリームなど、このカテゴリーで優秀ドライバーをふるいにかける役割も果たしている。そのことから、 レーサーを目指すならば、カート経験をしっかりと積むことが特策と考えられている。また、日本自動車連盟主催の全日本カート選手権でシリーズを戦い、上位にランクされることで得られる特別ライセンスがある。これは、通常18歳以上の年齢で、運転免許の交付を受けてからしか乗ることのできない、車両を用いた競技に参加することができる限定ライセンスで、 成績優秀者に限り16歳からフォーミュラカーのレースに参戦することを許可する制度。この制度が始まって以来全日本カート選手権出身の優秀若手ドライバーが数々排出されている。2008年からウィリアムズ会一のレギュラードライバーとなった中島和孝もこの制度を活かした一人である。もともとアメリカ合衆国やイギリスを中心に ソープボックスレースという遊びがあった。主に子供の遊びとして行われたが、グッドウッドフェスティバル・オブ・スピードでも2004年まで、ソープボックスによるレースが行われていたように、大人でもソープボックスレースを楽しむものは少なく、なかった。1970年代前半当時の遊園地では、単純に骨組みだけのようなゴーカートが一般で、ごく普通に幼稚園児でも一人で乗車していた。 ありがとうございます。